また間違えた。はい、こんにちは、セナスケです。今回はですね、ダダン、こちらのガンダムマーカーエアブラシシステムの使い方を解説していきたいと思います。こちらのアイテムはとっても便利なんです。お手軽だし、すごくね、綺麗に塗装ができる。で、お片付けも簡単っていうね、最高のアイテムなのでございますよ。なので、皆さんにもおすすめです。これ気になってるけど、実際どうなんだろう。買ってみたいけど、いい感じになるのかなって悩んでいるあなた。この動画をぜひ参考にしてみてください。で、このね、ガンダムマーカーエアブラシシステムを買ってきたよーっていうね、あの動画の中で登場しております。なのでね、その動画もご覧になっていただけると嬉しいです。見てねー。それでは早速ね、解説していきましょうか。はい、それではね、作業していきましょうということなんですけども、まずは開封の儀を行いたいと思います。今ね、映っているのは本当に新品の状態でございます。あ、ちょっと裏面もね、お見せしておきましょうか。こんな感じですね。こう写真付きでね、使い方の説明なんかも載っていて、とってもありがたいですよね。はい、それではですね、今回使っていくマーカーはこちらの3本、これは別売りでございます。赤色とシルバーとゴールドでございますね。はい。こちらはね、この間お買い物して買ってきた、ガンダムレッドでございますね。ほら、新品だから先が白い。で、こちらはね、ゴールドとシルバーですね。めっちゃ綺麗なよ、このメタリック2色ね。はい、使う前にね、一応ね、これでシャカシャカ振っとこう。成分が分離してることあるからおすすめ。ちなみに、このガンダムマーカーエアブラシシステムは、すべての種類のガンダムマーカーが、使えるわけではありません。例えば、流し込み墨入れペンだったりとか、リアルタッチマーカーなど、使えない種類のマーカーもございますので、そこにはね、要注意ということでお願いします。ね、さあさあそろそろちょっと中身見ていこう。開けていこう。はい。ではまずはですね、エアホースでございますね。エアホースが出てきて、ミスターエアスーパー190が出てきます。そしてね、次はですね、こちら、エアブラシ専用替え芯。3本入りですね。で、こちら、エアブラシ本体でございます。いいですね。綺麗ですね。で、次はですね、エア管調整バルブでございますね。はい、これと、プラス、説明書がございます。はい、説明書のちょっと大事なとこ見ときましょうか。はい、マスクだったり手袋、ティッシュ、古いタオル、古新聞など。で、さらにあるとね、便利な小道具とかも載ってますね。これをしっかり参考にいたしましょう。はい、それではね、ちょっと組み立てていこうかね。まずは、こちら、調整用バルブのね、頭のところのさ、このネジを緩めて取ってあげます。で、次にエア管のこのキャップを外してあげて、で、調整バルブをパチッとつけて、そしてね、しっかり回して、しっかりと締めてあげてください。エア漏れの原因になります。それではね、ホースをつないでいきましょうか。はい。それではまず、エアブラシ本体にね、ホースをつないであげて、ここもね、しっかりと締めてあげましょう。ぎゅーっとね。はい。おー、いいじゃない。もうすぐ組み上がるよ、これ。あっという間でしょ?で、こちらのエア管にもしっかりとホースをつないであげます。本当にね、ゆるいとね、エアが漏れちゃうことがあるので、ぎゅっと締めてあげましょう。はい、つながりましたね。あとは、次の工程でもう組み立て完成でございます。では、ここからね、はい、初めに取ったね、調整用バルブのネジをね、はめ込んでいきます。でね、これをはめ込んでいる間ね、エアブラシのボタンを押してエアを出してあげます。ここまで来たらいよいよ塗装です。じゃあ、ガンダムマーカーの準備をしましょう。で、私はね、このエアブラシステムについていた専用の替え芯を使っていきたいと思います。これお乳なのでまだね、インクがついてないので、さあ変えちゃいましょう。はい、こんな感じでね、元あった芯をズボッと抜いて替え芯をね、奥まで入れてあげます。はい、そしてインクが出るようにしっかりと、こうやってね、なんかパレットとかにさ、インクをね、ズボズボズボッと出してあげて、はい、他のもね、ちょっと出して調整しといてあげましょうか。色が出やすいようにね、塗装する前はこうしてインクをね、しっかりと出してあげてください。それではまずはガンダムレッドを使いますよ。これで塗っていきます。エアブラシ本体にこうスポッとね、マーカーを差し込んであげて、
はい、見えますか？この位置にしてください。エアブラシの先とガンダマーカーの先がピタッとね合うぐらいです。浅すぎても深すぎてもダメです。では塗装の前に塗装ブースを用意したりとか、部屋をしっかり換気しよう。これとっても大事です。ではね、いきなり本番じゃなくて、まずはね、プラの板だったりとかいらないパーツとかに試し拭きをしましょう。正しくコントロールできているか確認してから本番に挑みましょう。はい、それではね、塗装していますよ今はね。でパーツとエアブラシの距離は7センチほど空けましょう。拭き始めは塗料がドバッと出ることが多いので、パーツに当たらないところから拭き始めます。はい、こちら完成でございます。もともとはね緑色のパーツでしたが、こんなに綺麗に真っ赤になりました。美しい。それではね、違うマーカーも使ってみましょうか。ガンダムメッキシルバーやりましょう。このシルバー本当にすごいんですよ。めちゃくちゃ綺麗。見て、ほら、こんなに綺麗になるの。感動でしょ。もう何度これはねやっても感動です。この色見て、めっちゃ反射してる。めっちゃ反射してるから、なんか自分映ってないかなって心配になるわ。でホワイトゴールドも行きましょう。こちらも美しい。めちゃくちゃ綺麗。完璧やんっていうね出来栄えでございますね。楽しすぎる。はい、シルバーとゴールド並ぶとより綺麗。解体中です。まずはねバルブのネジを抜きます。ネジを抜いてる間はエアブラシのボタンを押し続けて空気をしっかり抜きましょう。はい、ネジをね外し終わりました。ではねエアブラシ本体からホースを取り外します。でエア缶からもホースを取り外します。こんな感じで OKOK。でねエア缶がねめっちゃ冷たくなってる時あるんで注意してください。で調整バルブも外しまして、ネジを戻します。そして缶には必ずこのキャップをね戻しましょう。つけましょう。洗浄いらずです。もうこれで終わり。めっちゃ楽です。いかがでしたでしょうか。ガンダムマーカーエアブラシシステム、本当にいいものですよね。すごく綺麗に塗装できるし、お手軽だし、なんといってもね片付けですよ。片付けが楽。だって洗浄しなくていいんだもの。エアブラシのあのハンドピースの部分をさ、ブクブク洗わなくていい。これはとってもね、楽ですね。もう気持ち的にもね。そしてね、エアーが出るところが詰まってしまうのではないかという、常にね、ヒヤヒヤせずに済むっていうのがまた嬉しいです、私的に。うん。はい、ということでね、もう初心者の方にもとってもおすすめできるアイテムですよね。皆さん、この動画が参考になっていたらとっても嬉しいなと思います。ぜひね、高評価&チャンネル登録、そしてコメントいただけると嬉しいなと思います。じゃあ、今回はこの辺で。じゃあね、またねー。